5月18日土曜日、今週もウィンウィン始まりました。さきおかえりなさい。ただいまです。よかった、元気そうだわ。本当ね、元気です。だいぶなんか色白くなったね。あ、本当ですか、うん、すみません、ちょっと予想の世界に行ってました。すみません。どういうこと。ということで今日も元気に参りましょう。はい、はい、さあさあさあ、うん、今日5月18日はなんと、うん、言葉の日だそうです。お、言葉、言葉の日だそうで、知らなかった。そう、言葉を大切に使い、うん、人と人が通じ合うことに感謝するために、うん、2019年10月に制定された日だそうです。言葉の仕事してますからね、私たち。そうですね、はい、今振ってくれたね、うん、あら、ここでクイズ。ちゃんと言葉を使っているかな、クイズということで、はい、無理でしょう。これは今回は、はい、ことわざ編。やばいね、やばいやばい。では参りましょう、問題お願いします。頭隠してほにゃらら。これはもう、あ、分かった分かった、これは分かる、これはもうこれ簡単だ。イージーイージーイージー。でもこんな簡単な問題出てくるって、もうありがとうございます。はい、ではみんな回答を一斉にオープン。でじゃーん。はい、頭隠して尻隠さず。私も頭隠して尻隠さず。何何、どうなって書いてんの、さっき。頭隠して角隠す。角隠す。恥ずかしくて涙出ちゃった。順調っすね。いいですね。絶好調でございます。さきさん期待通り。恥ずかしい。正解はこちら、頭隠して尻隠さず。イエーイ、頭隠します。今私のところから見たら本当にこのことわざ通り、もう全然尻隠れてない感じです。じゃあ 次の問題いきましょう。はい、次、はい、問題はこちら、蛇の道はです。ほにゃらら、蛇の道はほにゃらら。え、このことわざ初めて聞くよ私。蛇の道はほにゃらら。邪道とかっていう言葉ありましたもんね。邪道あるね、邪道ありますよ。あ、邪道じゃないこれ、蛇の道だから。でも蛇って感じ。やばいこれ、いや本当に露呈するかもしれない。では書いたようなので、はい、はい、回答をオープン。じゃじゃーん。何なんて書いてる。私は蛇の道は蛇。はあ、私、はい、蛇の道、いや、たやすい。蛇の道はくねくね。ですよね、はい、ですよね。では答えは何でしょうか。蛇の道は蛇でいいですか。おお、そう。え、どういうこと。同類のものがすることは同類のものがよく知っているという例えなので、ほう、この人のことはこの人が知ってるよっていうような時に使える。うーん、まあ、その道のプロに聞けば分かるんじゃないとかの時でもいいんですかね。へー、使ったことない。いや、あの初級の問題らしいんですけど、当たらないもんですね。いやいや、これ初級なの。初級だったら犬、棒も、犬も、なんでもない。ダメじゃない。さあ行こう、さあやろやろ、次やろ、行こう行こう。では次参りましょう、次の問題、こちら、はい、ラストだよ。思い立ったが、ほにゃらら。はい、わかりました。これわかりました。思い立ったが、よっしゃ。じゃあ揃ったので、はい、回答をオープン。じゃじゃーん。誰から言う。思い立ったが、吉日。はい、同じです。思い立ったが、勝つか役に立たず。どういうこと。正解はこちら、思い立ったが吉日です。やったー。そうですよね、はい、何かしようと決意したら、はい、そう思った日を吉日としてすぐに取り掛かるのがいいよという意味です、うんうん。5月18日言葉の日ということでね、もう2週間休んだからちょっとね。そうですね、まだあの、はい、起きてないみたいですいません。いや絶好調だね。、はい、思い立ったが吉日、はい、今日から言葉を学びます。はい、はい、よろしくお願いします。早く学びましょう。はい、ということでそろそろ最初のコーナー参りましょう。グルメナビです、コックちゃん、よろしく。今回ご紹介するのはバーガーショップです。そのお店の中でもおすすめがフィッシュバーガーということで、こだわりもたっぷり詰まってるそうですよ。一つ言えるのはとにかく分厚いということで、私かぶりつけるのかすごく楽しみです。それでは行ってきます。グルメナビ、今回紹介するのは那覇市つぼやに店を構える南下沖縄。
カジュアルで明るい店内。こちらはフィッシュバーガーをメインにしたバーガー専門店。店のブラックボードにはフィッシュバーガーメニューが並びます。お魚が食べたいっていう人たちがなんかこだわって来られる方は結構多いです。なんかお魚の専門のハンバーガーショップって沖縄にはあまりないって言って目指して来られるお客様が結構多いかなと思います。バーガーというと手軽にいただけるファストフードのイメージがありますが、こちらのお店では美味しいバーガーを目指しオリジナルのメニュー作りを行っています。お魚は油で揚げるんですけど、お野菜にもこだわってて、水菜だったり、カイワレ、大葉、ミョウガ、この4つを使って油のしつこさをかき消して召し上がっていただくっていうこだわりもあります。フィッシュバーガーに使うのは県産の魚。食感や味わいなどバーガーにして美味しい魚を厳選しています。人気メニュー、フィッシュバーガークラムチャウダーセット。具材がたっぷり入っていて、なんとも美味しそう。まずメインになる、お魚のフライが真ん中にありまして、その上下にですね、赤いポモドロソースっていうトマトベースのソース、その上に自家製のタルタルソース、これに島らっきょうの酢漬けをみじん切りにして、入れてありまして、築地にあるフィッシュバーガー魚政さんに監修に入っていただいているんですけども、まあ、そこに販売しているハンバーガーを沖縄用に変えて販売している。和のイメージのないフィッシュバーガーですが、築地で鮮魚店も営む店が監修に入り、和のテイストを取り入れたフィッシュバーガーに仕上げました。魚の種類は変わるそうですが、さあ今回は？今回はあのメカジキのフィッシュバーガーをいただきます。持つとやっぱりね、分厚いですよ。できる限りボリューム感じてもらえるように毎回毎回切り出すようにしてます。口を大きく開けてかぶりついてください。うん、あれ本当に軽い口当たり、なんかフィッシュバーガーってこんななんか軽い口当たりで食べれるんだっていう驚きですね。作っているところを覗くと、新鮮でボリューミーな魚の切り身、その切り身にパン粉をつけ揚げる。揚げたて熱々のフィッシュフライをバーガーにしていきます。フィッシュバーガーを半分に切るとフィッシュフライの大きさがわかります。これは食べ応えありそうですね。その美味しさを生かすのはソースや野菜類です。やっぱ揚げてるので多少の油っこさがあるんですけども、この下に引いてあるお野菜で油っこさを打ち消してくれるようなバランス構成で口の中に入れたら感じられるのかなって思います。アメリカンなテイストではなく、大葉やみょうがの風味のするフィッシュバーガー。ボリューミーですが軽い口当たり、これは食べてみたい。付け合わせにはじゃがいものバターソテーや黒糖ラスク、満足できます。合わせたいドリンクは自家製ジンジャーエール。県産の生姜を煮出して作っていて、生姜本来の味わいが楽しめます。ねえ、こういうなんか作れるっていうのもちょっと楽しみになりますよね、自分で。シュワシュワ。そして炭酸水入れたらこうやって混ぜていただいていくんですけど、その時の香りがいいんですよ、生姜の。しかも生姜のチップスもそこにしっかり入ってますよ。
その美味しさはいかがでしょう。はあ、爽やか。このなんか生姜のちょっとピリッとした感じだったりとか、ほんのりする甘さ、めちゃめちゃ美味しい。これバーガーに合いますね。植物由来の甜菜糖を使い甘みを出していて、炭酸がすぐに抜けてしまうため、美味しく飲めるのは10分間。そう言われると飲みたくなりますね。続いて紹介は濃厚クラムチャウダーセット。先ほど紹介したセットメニューにもクラムチャウダーがあったんですけど、今回はそのクラムチャウダーがメインになった料理になっていますね。結構量もほんとたっぷりで、これはお腹いっぱいになりそうですね。クラムチャウダーは特別こだわったことはしてないんですけど、本当に基本に忠実に、余計なものを一切省いた、本当にシンプルイズベストで作ったクラムチャウダーで、うちの特徴としてはそのアサリをですね、まあ、少しちょっと変わった方法で調理しまして、それで入れているということで、アサリの出汁をふんだんに感じれるようなクラムチャウダーにしてます。スープサラッとしてますし、なんかほんとスプーン入れると具がゴロッと入っています。ではいただきます。コクうま。すごいコクがある、美味しい。やっぱクラムチャウダーのこのクリーミーさもあるんですけど、その中にコクがしっかりあって美味しい。メイン食材はもちろんアサリ。旨味がしっかり出るように調理し、濃厚なスープを作ります。私やっぱクラムチャウダーを家で作ったことがあってチャレンジしたんですけど、なんか足りないなと思って、このコクだなと思って、やっぱりそれってこのアサリの出汁なのかなって思いますね。いろんなメニューを少しずつ派の方にはミニバーガーセットがおすすめ。ミニフィッシュバーガーにミニクラムチャウダー、小腹が空いた時にどうぞ。さて、店はモーニングタイム、ランチタイムはワンちゃんを連れていくこともできます。私がペットが好きなので、ペットカートを利用されてたら、ペットも同伴かとなってます。ハンバーガー専門店は数あれど、フィッシュバーガーにこだわった珍しい店、なんか沖縄。ふわふわでうまみのあるフィッシュバーガー、ぜひ試してみてください。いいですね、フィッシュバーガーにクラムチャウダー、魚介を存分に楽しめるというところで、いい組み合わせだよね。あのさ、インスタ見たんだけど、すごいなんかオーナーさんがさ、いい味出してたね。いい味出てましたね。オーナーさん自身にバーガーがたくさんついてるみたいなね。なんかすごいいい味出てきそうな、ぜひ皆さんチェックしてみてください。さあ続いては青の1分美ボディです。青くんよろしく。おはようございます。青の1分美ボディを担当するトレーナーの青です。よろしくお願いします。で、今月はですね、梅雨のシーズンだということで、なかなか外に出れない局面とか多いと思うので、室内で僕と一緒にカロリー消費の高く達成感のあるようなトレーニングを僕がこの1分間でレクチャーしていきます。ぜひ皆さんで美ボディを目指して頑張っていきましょう。今年の最初にワイドスクワットをやったと思うんですけれども、これもカロリー消費の高いトレーニングですね。こちらのレベルアップしたバージョンを今回はやりたいと思います。まず最初に足を出して、残った足をクロスして重心を下げていく。
バッククロスランジをやっていきたいと思います。でこの時ですね、クロスすると前足の膝が結構流れやすくなってくるので、自ら内側に力を入れてグッと重心を下げましょう。でそうすることで内転筋ですね、足の内側の筋肉が鍛えられます。で上半身も同様、結構体がですね流れやすくなってくるので、流れないように正面を向きましょう。そうすることでお尻へのアプローチもされるので、お尻の筋肉も鍛えられます。このように内側とお尻を鍛えて、カロリー消費の高いトレーニングを今日は僕と一緒にやっていきましょう。はい、そして今回のゲスト、里見さんに来てもらってます。よろしくお願いします。お願いします。で今年最初にやったスクワットを最初やりながら体を温めていきましょう。まず大股一歩分足を開いていきます。そうです。でこれ重心を下げていくときに膝が内側に入るのがいけないので、最初からつま先の位置をですね外側に向けた状態でワイドスクワットをやっていきましょう。では実際に重心を下げていきます。せーの、1。そうです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 、そうです、内側に入らないように開きながら、2。実際に10回やっていきます。3。でこれ厳しい方は家のキッチンとかテーブルとかを支えに使いながらやってもいいので、自分のできる方で5をやっていきましょう。はい、6。そう、はい、7。できつくなってきたら腰の方がですね丸まりやすくなるので、ちょっとお腹の方も意識して曲がらないように。せーの、9。はい、ラスト1回いきます。せーの、10。はい、 OK。 ナイスナイスナイス。はい、そして今回のメイントレーニングに移っていきましょうか。バッククロスランジ、ちょっとレベルアップしていきます。では足を前の方に出していただいて、残った足をクロスしてやっていきます。でここでは左右交互にやってリズム感を取ってやっていきましょうか。ではいきます。せーの、グッ、ナイス。でこちら側、グッ、ナイス。でこのクロスした時にこっちの方に膝が流れないように、ちょっと内ももね力入れながらやっていきましょう。で上半身も開きやすくなってくるんですけれども、しっかり正面を向いたままやることでお尻へのストレッチがかかって、お尻の方でもアプローチできてきます。そう、ナイス。はい、6。はい、7。で上半身は軽く前傾姿勢で、お尻を引くような意識で重心を下げていきます。9。はい、ラスト1回いきます。せーの、10。はい、 OK、 ナイス。それでは早速皆さんも一緒にやっていきましょうか。はい、皆さんいかがでしたでしょうか。このバッククロスランジを10回の3セットを毎日で、厳しい方は週に1回だけでも効果があるので、ぜひやってみてください。そしてこの僕の方のジムでも、SNS の方でもいろいろフィットネスやトレーニングについて発信しているので、ぜひチェックしてみてください。それではまた次回、僕と一緒に美ボディを目指してお会いしましょう。いや、青くん今日もいい筋肉でした。本当よ。いや、すごいよ ね、 ね、やっぱ体幹大事ですね。大事だよ ね、 だよね。 CM の撮影の時感じたよね。いや本当にあの最後の決めるところね、まあまあ最初揺れてたもんね。そうそうそう、ダンス踊ってピタッて止めなきゃいけない時ですよね。ぶれ、ないようにトレーニングしていきましょう。はい、頑張りたいと思います。皆さんもぜひ隙間時間使って鍛えてみてください。今週の衣装協力は羊羹です。
肩のタックから腰にかけて流れるドレープがボディラインを拾わずにスラリとしたシルエットをキープしてくれる素敵なワンピース。二の腕を細く見せてくれる計算された形でノースリーブも着こなせますよ。流れ落ちるドレープの揺らめきが優雅なヴィーナスワンピース。肩のホックでドレープを変化させてエレガントなラインを描きます。アシンメトリーのデザインもウエストや二の腕の気になる部分をカバーしてくれるスタイルアップのポイントです。ドレスのイメージが強いマーメイドラインをさらりと爽やかな生地感でカジュアルに取り入れています。すっきり見せてくれる肩周りの細身なラインとたっぷりの巻き下で美しく余裕のあるスタイルに。さあ本日はスタジオにこちら差し入れが届いています。いい香りなのよ。いい、ね、香ばしい香りする香りしますよね、うん、こちら沖縄初上陸、はい、めくるクロワッサン食パンリーブルでございます。これねすっごい気になってたわけ、うん、嬉しい。食べていいのかな。もうぜひぜひめくって食べていただきたいんですが、はい、その前にご説明させてください、はい、興奮しちゃった、はい、めくるクロワッサン食パンリーブルとは、うん、本のようにめくって食べる新食感のパンです。で生地を27層に折り重ね、小麦とバターの香りを最大限に引き立てる製法で仕上げているそうです。うわ、もう聞いてるだけで美味しさが伝わってくるよ、お待たせいたしました。どうぞゆりさん、めくって食べていただけたらの、ちょっと待って、こうめくれるんだよ。じゃーん、できた。本当だね、紙みたいですよね。すごい、なんかクロワッサンなの食パンなのどっちっていう感じ、ね、これ27層、うん、いやでしょ、ですよね、面白い。こうめくって1枚ずつ食べるのも OK なんだけど、うん、今回はちょっと縦に、ね、カットして、カットしてこれをいただきたいと思います、うん、わいただきます。うん、うん、もっちもちいいね。バターの芳醇な香りがする。外側のサクサクもめちゃくちゃいい食感ですね、うん、確かにね、うん、こちらのパンロワジールホテル那覇にあるブレドオールにて購入できますので、ぜひぜひ皆さんチェックしてみてください、うん、これ絶対驚く、うん、間違いないです。本当に、はい、さあ皆さん、はい、驚きのパンをいただいたということで、いや本当びっくりびっくり。じゃあエンドトークも驚きをテーマにいいですね。いかがでしょうか。最近友達が、3人でいつも仲いいメンバーがいて、中学校の友達がいるんだけど、一、うん、人は内地にいるのね。でその内地にいる友達が帰ってくるタイミングで1年に1回会うんだけど、ほうほう、飲みに行かずドライブにしようとなりました、うん、でドライブしてたら、もう一人の友達がそわそわしてるのよ、ずっと、うん、なんか最近どうなんて話をしながらしてたら、もう言っちゃうねみたいな、実はサプライズにしようと思ったんだけど子供が生まれたんだって言って、生まれた、生まれた妊娠とかじゃない、生まれた、え何ヶ月って言ったら3ヶ月、はい帰りましょう帰りましょう帰りましょうはい帰りましょうっつって、そうでもすぐ彼女の家に行って赤ちゃんと遊んで帰るっていう、超驚いたよね。驚くね、びっくりですよね。いやドライブじゃなくてお家に行こうよって言ってますよね。びっくりしちゃった本当に。まあ、今日は私何がびっくりって、オープニングの言葉のことわざことわざのこの無能さにびっくりしましたね。そう、そこはなんか想像通りだったねえ。いやオープニングね、ご覧になってない方いらっしゃると思うんですけど、ぜひ、YouTube にね、はい、そう見逃し配信っていうのもありますから、はい、ぜひぜひいいの見られるよ。大丈夫、クスって笑ってください。はい、ぜひご覧ください、はいはい、ということで今週もお付き合いいただきましてありがとうございました。ありがとうございました。素敵な驚きの週末過ごしてください。来週も情報満載でお送りします。バイバーイ。